して例えば、はい、天気痛予報とかですね、はい、それから電気予報とかっていうのがあるんですけども、はい、細かいジャンルに分けられたものですね、はい、そうですそうです、はい、それの背景とかっていうのは多分誰も説明してないんじゃないかと思うんですね、はい、私も勉強不足です、そういうウェザーニューズ独自の予報の背景であるとか、はい、やっぱこれもあの精度評価やっぱりあるので、はい、そういったものもお伝えできればいいのかなと、はい、ありがとうございます。楽しみにしております。ぜひ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではちょっとお時間が迫っておりますので、もう完全にオーバーしてますのでねいいかなと思う、はい、申し訳ありません。この後もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。貴重な話ありがとうございました。森田さんに伺いました。では一旦ここで締めさせていただきまして、ピチョンくん天気予報をご覧ください。みんな天気何でチェックしてる？どうせなら一番当たるお天気アプリにしないか。予報精度ナンバーワンを獲得したウェザーニュース、無料でダウンロード。